じゃん、皆さんこんにちは。今日の電気予報を始めます。今日は年金算出ドゥルー2の方編、土星電気が終わって、なんと自虐次回編に入りましたよ。のじゃーん、次回についてお伝えしたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、理論の方ね進めておりまして、はい、このサットさんのね理論講座、2冊あるんですけれども、丸2に入ってるわけです。で、前回ですね、静電気ということで、この一個一個のですね、はい、電角がいたと思うんですけれども、プラスとマイナスがいてですね、引き合ったり、はい、同じものは遠ざけ合ったりとかいうところをね、はい、学んだと思います。あとコンデンサっていうのがありましてね、このね電気をかけるとですね、この平行な糸の間にですね電荷が溜まるんですけれども、どんぐらい溜まるんですかとかね、はい、そのコンデンサのね容量、静電容量どうやって出すんですかとかね、いろいろね求めたと思います。で、その電荷にですねプラスとマイナスがあった通りにですね、なんとこの磁界の中のですね磁石のところにはですね、皆さんも知ってる通りですね、 N 極と S 極があるわけです。はい、で今日はスペシャルゲスト、はい、次回ちゃん、はい、2匹の次回ちゃんということでですね、はい、N 極、S 極みたいな感じでいるんですけれどもね、あ、で地球もね大きい磁石ですからね、はい、上が、N で下が S、ノースサウスの N か S かわかんないですけど、まあ大きい磁石みたいな感じでね、こんな感じでね次回が飛んでるわけですけれども、はい、こんな感じでこれ N と Sっていうのはですね、磁石をなんとこうやってくっつけるとですね、はい、じゃあちょっとこれ持ってくださいね。はい、ということでですね、磁石ね、はい、理科の実験でもやったんですけどね、こうやって、はい、ピトッとね、はい、N と S がくっつくわけです、引き合うわけです。で、逆にじゃあこれとこれが N と A とかね、 S と S とか同じもの同士だとこうやってくっつかないわけです、引き離し合うわけですね。はい、仲いいもの同士で喧嘩するって言いますからね。はい、っていう感じです。で、N と S はくっつく、あーかわいい、あーチュッチュしてる、かわいいかわいい、はい、って感じなんです。で、それ何か似てません？はい、そうです、クーロン力です。電荷くんと似てますね。電荷もプラスとプラスは、遠ざけ合って、マイナスとマイナスは遠ざけ合って、プラスとマイナスは引き合うんでしたね。もうそれと一緒なんです。私ね実はですね、はい、勉強しててですね、はい、あ、もう年内に理論終わらせたいっていう感じでやっててですね、はい、デジャブを見たかと思ったんです。静電気が終わって、よし次回だと思って、あ、次回ってなんだろうと思ってやってて、え、なんか空論力が出てきて、なんだなんだこれ大丈夫か、私ちゃんと進んでると思ってたんですね。はい、ちゃんと進んでるみたいです。次回はですね、めちゃくちゃね静電気のところにね似てるんで大丈夫です、安心してください。ということで、今日はおさらいの気持ちで次回を見ていきたいと思います。はい、ということで次回です、磁石です。で、先ほどね、はい、次回組んでねお話しした通りですね、はい、この N と S っていうのはですね、ビヨンとくっつき合うんですね。はい、で、この N と S、はい、このね N の S、この次回のことをですね、これ磁気力っていうらしいですね。この引き合う力、離し合う力をね、磁気力って言うらしいです。はい。で、この N と S、それぞれ磁極って言うんですけれどもね、磁極の間には磁気力が働くんですね。で、その磁気力はですね、2つの磁極の積に比例し、距離の2乗に反比例する。なんか聞いたことありますね。大丈夫です。これ公式見たらね、もう一瞬で覚えるっていうか、覚えてます。皆さんもう知ってます。はい、大丈夫です。安心してください。というような感じです。で、この、磁極がありまして、この磁気力ですね。はい、F ニュートンっていうこの磁気力、力が働くわけなんですけれども、これ、この間のね、N と S の間の距離、R メートルですね。で、N っていうのがありまして、これまあ電荷みたいなことです。M、M ウェイバーっていうんですね。はい、ウェイバー、ウーバー、今日何食べるっていう、はい、ウーバー、お腹空いてきた。私、ウーバーイーツのね、バイトしたいんですけどね、あれ、いい運動になりそうじゃないですか。はい、ということですけど、ウーバーじゃありません。ウェイバーです。ウェイバー。はい。で、F ニュートン。
なんですね。で、もうこれですね、空路の方、時期に関する空路の法則ってことで、もう空路の法則って言っちゃってますからね、一緒なんです、静電気と。で、F、磁気力はですね、4πμ0R2 乗分の M1、M2、もうこれ完全に見たことありますよね。はい、このね、μ0っていうのだけが違くて、あれ、静電気のとこはですね、はい、ここはね、なんだったんだっけ。ここが有電率だったから、はい、イプシロンだったんですね。イプシロン0だったんですけど、この、今度ね、μ0っていうのになりました。これはですね、磁界がですね、どれぐらい通るかっていうので、はい、当時率っていうんですね。はい、で、電荷の時は、これが有電率って言って、はい、電気の通しやすさ、電荷の通しやすさだったんですね。はい、で、有電率が当時率に変わっただけで、時間をどれくらい通すかっていうものになったんですね。で、まさに、じゃあ、これ、μ0ってついてるので、もう分かる方は本当分かると思うんですけれども、はい、μ になります。はい、物質によって違うわけですね。で、μ っていうのは μ0×μR。で、またね、このね、μR っていうのもですね、時間の通しやすさで μ0 を何倍したものかっていう感じでね、変わってくるんですね。いやー、もう本当にね、分かりやすい。もう覚えてたでしょ？覚えてたでしょ？ただ、μ に変わっただけですからね。で、ここから先もね、それが続きます。なんで、頭の中を電荷モードから、磁力モードに変えていただければと思います。はい、で、はい、 F イコールこうやってね、こっち側に M1、M2 があって、 R メートル離れてるとすると、この磁気力引き合う力、まあ今回引き合ってますね、では4πμ0R2 乗分の M1、M2、 もう超簡単ですね。はい、じゃあ今度磁界の強さでね、前回ですね、あれ静電気の時にやったと思うんですよ。このちょっとね、片っぽの電荷がなかったことにして、ここに置いてみるとどうなるかみたいな話あったじゃないですか。ここね、とりあえずここちょっと、ゼロにしてみると、もうそれです。で、磁界の強さ、ここにもし、この MA バーのなんかを置いた時にみたいな感じの磁界の強さ、ここで影響を受けてる強さ、もうこれです。はい、これね、 H っていうんですね。はい、磁界の強さに関しては H はですね、はい、4πμ0R2 乗分の M、 はい、ということで、ここは M になってですね、ここはね、点線になっただけなんですね。はい、ここに M が来ます。で、ここにじゃあいくら MA バーのこの、磁極を置いた時にどんぐらい働くか、磁気力どんぐらい働くかっていうのを見るときにですね、はい、見てください。この磁気力、この力 F っていうのはですね、 MA バーをこの H の磁界の強さに置いたときにどんぐらい働くかってことなんですね。なんで F イコール MH、 これもなんか見ましたね。はい、で、ここに M 入れるんです。例えば磁気力がですね、はい、じゃあこっちが2だとして、こっちにね、じゃあ4の磁気力を置いたら、もう同じじゃないですか、 M1、M2 とっていう感じです。はい、もうよかったよかったよかった。はい、磁界の強さですね。電界の強さみたいな感じですね。はい、電と磁が入れ替わった感じです。はい、伝次郎先生ってそっから取ってんのかな？キャー！いやー、伝次郎先生ごめんなさい。はい。で、さらにですね、電気の時って線出てましたよね。勝手に、線をね、我々で作りまして、はい。作ったと思うんですよ。はい。磁力って電気力線と電速、はい、電気力線っていうのありましたね。はい、なんでこのここがね、電荷プラスの電荷から出てマイナスの電荷に入ってくるっていうのね、あったと思うんです。で、それです、それ。はい、まさに磁界にも同じものがあります。はい、N の、磁界 N の磁、磁極か、はい、磁極 N の磁極からは出るんです。で、S の磁極に入ってくるんですね。はい、まさに一緒で、さらにもう考え方も一緒です。で、これ磁束っていうのはですね、 M ウェイバーですね。はい、じゃあプラスが N なんですね、マイナスが S なんですけれど、 M ウェイバーの磁束が出て、で、 S にはマイナス M ウェイバー、M ウェイバーの磁極が入ってくるんですね。はい、という感じになります。で、磁力線というもの、これもありましたね。はい、電気、電荷の時は、電速、これ電速と、で、この、当時率を加味した時は電気力線だったんですけど、同じです。今、
この当時率ですね、当時率を加味しないときは時速で、当時率を加味すると磁力線になるわけです。ですからこの、例えばね、これ真空だったらね加味しなくていいんですけど、なんかね物質中にあるとね、この当時率を加味しなきゃいけないんです。ですから当時率を加味すると μ 分の m 本が出てって、μ 分の m 本が入ってくるというような感じになるんですね。めちゃくちゃ一緒ですね。はい、ということで磁力線の本数、磁力線は当時率を加味するもので、まあこれをねおそらくね使うことになるんだと思うんですね。はい、ということでこれ n、 磁力線の本数は μ 分の m です。はい、この m ウェイバーっていう磁極を μ 当時率で割るだけですね。はい、ではこれさらに、前回もねまたね一緒にまあ復習して見てもらえたらねいいかなと思うんですけど、磁束密度ありました。磁束密度っていうのはですね、1平米あたりどんぐらいの磁束というものが入ってるか出てるかっていうものなんですね。で磁束なんですけど、この当時率を加味して磁力線密度っていうものですねがあります。でこのね磁力線密度っていうのはですね、これ磁界の強さと一緒なんですよ。磁界の強さっていうのは、はい、これですよね。はい、ここ片っぽ1個磁極があるときに、この磁極のこんぐらい R メートル離れたところに置くとどんぐらいね影響が受けるのかっていう、それ磁界の強さと磁力線密度っていうのは一緒です。はい、これはやりました、静電気で。まあ、μ、本当にね、y0 と y がね、μ0 と μ になってるだけっていう感じです。はい。では、磁束密度というところをですね、見ていきたいと思います。磁束密度に関しては、これ真空中なんで、はい、磁束密度 B っていうのは、4πr2 乗分の m。はい、ここに、これ μ は入ってないですね。はい、4πr2 乗分の m。はい、まだ、なんて言ったっけ。はい、あ、当時率を加味してない。で 4πr2 乗は球の表面積ですからね。そうするとね、1平米あたりねどんぐらいの磁束が入ってるかっていうのが分かるかと思います。はい、で磁力線密度は磁界の強さなんですけれども、はい、その時にはこの 4πr2 乗なんですけれども、この μ0 っていうのを加味して、ここに、ブンブン μ0 を入れると磁界の強さで磁力線密度になるわけですね。はい、いや本当にかぶってる、本当にかぶってる。はい、って感じですね。はい、でさらにこれは真空中なんですけれども、この μ0 を μ に変えると、実際の当時率、実際物質がある時の、はい、磁力線密度っていうのが求められる感じになる感じですね。はい、なんでもうこれ完全にですね、はい、電荷の方のですね、クーロンの関係と一緒なんですね。はい、ただ単にこの電荷というのが磁極というものに変わって、はい、こっちの場合はですね、誘電率、電荷の通しやすさだったのが、磁極の通しやすさで当時率になったっていうような感じなんです。ということでね、はい、かなり復習に近かったと思うんですけれども、合わせて覚えていただければと思います。でね、次からですね、はい、なんで私はね磁界がね電験の勉強に出てくるのかなと思ってたんですけど、これ覚えてます？フレミングの法則いいってありましたね。はい、右手が発電機、左手がモーターですっていう感じですよ。大丈夫、右手の法則、左手の法則、右手が発電機、左手がモーターなんですけど、ここ電磁石で、電気磁束で力なんですよ。っていうことで、電気とこの磁力があると動くんですね。はい、だから磁界を今勉強してるわけですよ。っていうことで、次はね、でこの磁界中に電流を流すっていうのをねやっていきます。はい、これねやりましたね、小学校の時、中学校かもしんないけど実験しました、思い出しました。でなんかね、電線に電気を流して、ここに磁石をねピコンって近づけると動くみたいなのやったんですよ。それです、それやります次。
いやー、ということで、はい、次はなんかね、小学校の実験に戻るみたいな気持ちでいただければと思います。で、本当やることはもうそれなんで大丈夫です。そんなに恐れることはないと思います。はい、まあね、次回もね、電化もね、見えないっていうところがね、あれなんですけどね。はい、なんで私はキャラクター作りました。次回くん、はい、ということで、はい、引き続き、勉強していきたいと思います。今日はじゃん、次回についてお伝えしました。今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃーい。次回。